はい、こんにちは、豆と申します。今回からですね、こちらガールを実況していきたいと思います。以前実況させていただいた図書館話、騒がしのお化け屋敷、あと龍神の屋敷の作者様、白黒モノローグ様の、最新作となります。ということで、なんかストーリー考察型って言ってたかな。なので皆さん一緒にストーリーを考察一緒にしながらやっていきたい、やっていきましょうということで、初めから。はい、お、もう歩ける、マジで。しかも歩くたびにめっちゃ可愛い音がする、ポニャポニャって。この先に行こう。あ、めっちゃ可愛い、この音がめっちゃ可愛い。お、オートセーブしました。あ、オートセーブなんだ。セーブラブツツツデイビー。オートセーブ、指定の位置で自動セーブします。はい、自分の隙間の場所でセーブできます。髪がひどい。あ、自分でセーブもできるし、オートセーブもあるんですね。あ、一定の音しかプニョプニョはならないんですね。無理やりこうやって動かしても。なんだあのぷよぷよみたいなやつは。そして井戸がある。古びた井戸だ。こいつ話しかけてみるか。僕がセーブくんだよ。じゃあ、これがオートセーブされてるやつか。じゃあ、1にセーブしていきましょう、どんどん。確か、うん。またよろしくね。よろしくね。確か、エンドは1つしかないって言ってたので、この銅像は何だ？僕に似てるかなと思ったけど、違うか、違いますね、ちょっと。水の精霊をかたどった像のようだ。水の精霊さんがここにいるのかな？じゃ、とりあえずまあ、屋敷に入っていきましょう。バイチー、行くよ。雨が降ってきたな。誰もいないのか？とりあえず奥に行こう。はい。他のところ調べられるのかな？枯れかかっているな。他のは？他のも枯れかかっているな。いやー、もう雨だからお外に出してあげたら元気に。あ、こっちではない。こっちではないな。ごめんなさい。じゃあこっちもこっちではない。何になっちゃうよねー。はい。じゃあ、素直に上に行きましょうかね。はい。あれは？幽霊さん。半透明の女の子が過ぎ去っていきましたね。そしてピアノがある。弾けるのかな。随分と豪華なピアノだ。弾けはしないみたいですね。はい、次はどこに。こっちではないな。あのね、クマさんがいるのすごく気になるけど、とりあえずこっちではないなということで。こっちもクマさんがいるけど、こっちではないな。なんかシンメトリーになってますね。はい、よし、入っていこう。お、またセイブくんがいるじゃないか。泥棒はよくないよ。ああ、セイブやっぱさせてくれるんだね。ありがとう、ありがとう。またよろしくね。よろしくね、こちらこそ。絵があるけど、ひどい雨だな。確かにザーザーすごい聞こえるね。カゴの中には何もない。僕が探しているものは、これじゃない。僕っ子か。こんなものじゃない。僕っ子いいですね。僕が、なんで黙ったんだよ。何かを探してるっぽいですね。アロマポットからは一臭がする。アロマなのにアロマってないわ。ひどい匂いだ。マジで？腐ってる感じかな？あー、こっちの食べ物は調べられないですね。食器が並んでいる。あ、多分、食器なのかな？はい。ワインが並んでるな。ワインが並んでるなと。はい。古いかまどだな。中に材料が溜まっているな。少しもらっていこうか。木材を手に入れた。はあ、水道は出るようだ。何に使うんだろうね。鍵がかかっている。行き止まりか？いや、必ずここに部屋があるはずだ。鍵をじゃあ見つけて、ここ入ろうっていう感じでしょうか。木材。目的。
この館の奥に行こう。アイテムは木材しかないと。装備とかは、わ、めっちゃいろいろ装備してる。アイテム袋、布のローブ、革のコテ、ダガー。わお。とりあえず鍵を探さねばならん。こんな中に入ってないんだよね。とりあえずじゃあ、別の場所に行けるようになってないかな。こっちじゃない！マジで？ピアノさんは？ん？とりあえず奥にって言ってたよな。木材で何かするのかな。でもさ、使えるって感じではないんだよね。あ、間違えた間違えた。ブーブー。古い木材。どうやって使うんだろう。ヒント教えて。あ、ダメか。泥棒はダメだよ。よくないよ。とりあえずじゃあセーブだけしとくか。はい。あ、またやろう。またやろう。はい。君の目の前にあるのはろうそくでしょうか。これは取れないの。木材でさ、どれかも、ね、木材でさ、ダーンってできないかな。いや、ここに部屋あるはずだだもんね。どうやって行き直し？ここだけ床が違うの。マジで適当にポチポチ調べたら下に降りられそうだ。やった。ここは子供部屋？なんでこんなところに。とりあえず進むか。はい。鏡には誰も映らない。マジで自分映らないってことは幽霊っすか。わかんないね。まだわかんないぞ。これはベッドで。生暖かい？まださっきまで寝てたって感じ？おもちゃ箱というだ。中にはいろんなおもちゃが入っている。あ、オムライスが美味しそう。火は消えている。クマさんが異常にいっぱいあるね。火は消えている。日記がある。はい。私はお人形が好きです。とても柔らかくて人みたいです。今日はお父さんと、お話をした。お父さんは泣いていました。しばらくページが破れている。今日からここが私の部屋になる。とても暗いけれど寂しくなんてない。だってみんながいるから。このクマさんのことでしょうか。みんなっていうのは。いろんな本が並んでいる。絵本に推理小説、図術館など。え、これさ、窓が見れないって感じなんでしょうか。とりあえず先に進むか。え、誰かいたよね。あ、やっぱりあの女の子が。どういうことでしょうね。そこ何かいるよね。話しかけて大丈夫かな。なんでここに。めっちゃ踏みつけちゃった。なんでだろうね。ここになんか絵も微妙にあるよね。あ、そしてクマちゃんがいるよ。あー、待って、ここから飛びなかった。クマちゃん、なんでここに。なんだろうね。導いてる感があるよね。すごくいっぱいあるよ。いっぱいこの子いるよ。お？最深部来ちゃったよ。最深部来ちゃった。あの宝箱が怪しいね。壺の中には血が溜まっている？なんだ？アルコールの匂いがする。ほう。不気味な薬品が並んでいる。そしてここにも、あの人形が、アリンス。これは何だ？調べられない。異臭を放っている。マジで、なんか儀式部屋っぽいぞ。海外の本読めない。海外の本読めない。他はない。これっぽいな、探してるもの。オートセーブ。見つけた。これが、あの箱か。普通の箱にしか見えないが。もうここには用がない。ここから出よう。動けないと思ったらなんか急に。なんだ？止まったか。とりあえず早く出た方が良さそう。
うわ、なんかこの曲なんか好き。ごめん、なんか教会的なね、うわバイバイ。教会的なね曲がすごい好きなんですよ。クマさんも捕まっちゃダメ的な感じだった。自分から当たりに行っちゃった。マジで。はい。よし、じゃあ、あの箱なんだろうね、パンドラの箱的な。ここにも用がない。ここからだよ。とりあえずじゃあ、人形とかに脇目を振らずに早く出るようにしましょう。はいはいはい。人形は多分これ追いかけてくるんだろうね。ほらね。こっ、やばいやばい、鳥肌がやばい。キュキュキュに鳥肌がやばいよ。よいしょ。この子たちも追いかけてきたりする。なんだあれは。とにかく早く出なくちゃ。とりあえず、泥棒は、よくない。え、私泥棒なの？またよろしく。私泥棒なんでしょうか。どうなんだろう。鍵がかかっているの。ここ多分ね、ここ絶対行くはずなんだよね。とりあえず、一周目は、出ていくとかそんな感じかな。キャー。大丈夫、大丈夫。僕は、大丈夫さ。早く帰らないと。ちょっと落ち着いて、行こうかな、ピアノで。他のところはいけないんだよね。こっちではない。じゃあ、とりあえず、出ましょう。開かない？なんで？出して、出して、出してよ。この、を、やる。外、じゃない。外じゃない。あ、この箱、鍵がかかっている。鍵を見つけるまで帰れないな。マジで？え、さっきまで屋敷があったと思ったらなんか、急に外に出てきちゃった。ああ、だからダメだって言ったのに。頑張ってね。ありがとう。これ水の精霊の像って言ってたやつだよね。井戸があって、あ、中庭に出てきた的なそんな感じでしょうか。他には特に何もなさそうだよね。はい。こっち側は何もないからこっち側に入れということだな。はい。お？めっちゃ看板が。美しき、女主人の絵。この絵か。あの子が気になる。あ、ごめんなさい。おいってことだね。オートセーブ。もしもし。ごめん、脅かすつもりじゃん。あ、そうじゃないの。ごめんなさい。私ここに迷い込んじゃって。この人も迷い込んだの？そうなんだ。私の名前は、バツ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 。なんだ？僕はバツバツ。うん、よろしく。ちょめちょめ。あれ？その箱、え？ああ、この箱は落ちてたんだ。そっか、拾ったんだ。うん、でも鍵かかってるんだ。でも私、ここから出たいんだよね。玄関は開かないから。わかった、先に出口を探そう。やった、じゃあ早く行こう。おお、パーティー増えたぞ、なんか。ててててててて。特に、あ、出口を先に探そうって言ってたよね。鍵は二の次って感じでしょうか。よいしょ。次は？美しくも触れないバラ。とりあえず、手がかりか何かないかな。はい、洋服がいっぱいだね。
君はこういう洋服着ないの？絶対似合うのに。いや、やめておく。なんだろう、どんな服なんだろう。すごい気になる。何もないか。ここは？でも入ってるな、メイド服。メイド服か。フリフリだ。嫌だ。マジで？メイド服ね。いや、着てみたいっすよ。破れて読めないな。気になるものはないか。全部そうなの。あ、日記がある。人の日記は勝手に見ちゃダメよ。脱出のヒントがあるかもしれないのに。じゃあ一回だけ。一回しか見ちゃダメなんだから。マジで。メモするものあったかな。ないないない。後で見よう。気になるものないな。メモするものないけど、私が頭の中にメモするから、いいかな。はい。じゃあ。ある使用人の日記。なんだかここ最近おかしい。何がおかしいのかわからないけれど。そういえば今日は鍵の番号を変えたんだった。あと看板にも明日のメニューが貼り出されていた。忘れないようにメモしておかないとまた怒られてしまう。今度は首を切られる。切られた人はみんな連絡がつかない。私たちの間では人形になったとかなってないとか噂があったっていう。だから人形がいっぱいあるのか。ただの噂だけど、なんだか嫌な感じがするの。とにかく忘れないようにメモして寝るとしよう。ちょっと待てよ。ちょっとティッシュ箱がすぐそこにあるから、ティッシュ箱に書きましょう。美しきものには毒があると。美しきものには毒がある。めちゃくちゃ汚い文字が。あとオムライス。オムライス美味しそうだね。はい。これだけか。オムライスふわふわ卵。ふわふわ卵のオムライスはめちゃくちゃ美味しいですよね。食べたい。食べたくなってきたぞ。美しきものたち。ティーカップだ。中には熱々のチャカッ。飲まないよ。飲まないよ。セーブしたら飲んでもいいけど。汚れた者たち。また飲む選択出てきちゃう。ああ、間違えた。危ない危ない。あ、誰かいる。はい。あら、木材を持ってきてくれたのね。じゃあ次は料理を手伝ってもらおうかしら。早くしないといけないんだから。メニュー？そんなの分かってるでしょ？じゃあよろしくね。オートセーブ、マジで。オムライスだろうね。とりあえず、今回はここで終わっときましょうか。ということでご視聴ありがとうございました。では次回もまたよろしくお願いいたします。今微妙に窓が開いたり閉まったりしたけど、まあいいや。では、バイチー。